電動車椅子に乗っている人というのは手動の車椅子を漕ぐことができないような重度の障害の人が電動車椅子に乗っていて、その人がこのバーチャルフットボールをやっています。普通のサッカーは足を使いますが、このバーチャルフットボールでは足を使う代わりに車椅子を使ってボールを蹴ったりします。とてもユニバーサルなスポーツで、男女問わず小学生ぐらいの子供から60歳ぐらいの方まで一緒にスポーツを楽しむことができます。チームの目標は最低2位、目指すは優勝。ライバルはフランス。フランスはとてつもなく高い壁。1970年代にはフランスはやってる。で、日本がこのサッカーを始めたのは1982年で、普通のサッカーで言えば日本がブラジルに勝つような感じ。スポーツライターの玉木正之です。僕も何度か見て感激した、電動車椅子サッカーの世界大会がいよいよ日本で、開催されます。みんなで応援して日本の代表チームがなんとか優勝するように祈りましょう。パワーチェアフットボールには無限の可能性があります。みんなで日本代表を応援しに行きましょう。一度見たらやみつきになる電動車椅子サッカー、ぜひ応援してください。今回の大会の見どころはパスとスピード。電動車椅子というのをイメージするとゆっくり動いてるっていうイメージがあると思うんですけれども、このバーチャルフットボールをやる選手は時速10キロで動いていて、車椅子を旋回しながらそのスピードは普通の電動車椅子が動くイメージから想像できない迫力があると思います。